どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、なんと、マリオットボンボイがですね、2023年ですよね、今年。で、2024年のですね、ソフトランディングについて、 発表がございましたので、本日はね、こちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、早速ね、内容に入っていきたいなと思うんですけども、このね、ソフトランディングっていうのはですね、マリオットボンボンにはステータスがありますよね。ゴールド、プラチナ、チタン、アンバサダーって言った価値ありますよね。で、まあ、毎年ね、このホテルのステータスっていうのは、毎年ね、まあ、50泊だったらプラチナ、75泊だったらチタン、で、アンバサダーだったら100、プラス、 あの利用決済とかもあるわけなんですけども、まあ、これをね毎年達成していただいてこのねステータスを維持していきますよね。で今回ねマリオット・ボンボイがソフトランディングをね発表いたしましたということでこのソフトランディングっていうのはですねまあ仮にねスタンステータスだった人が、まあ、翌年ね ステータス修行しないで、チタンにね、届かなかったとしますよね。まあ、75泊しなかったっていう場合に、マリオットアメックスプレミアムカードありますけども、まあ、こちらを持っている方であれば、まあ、ゴールドステータスがね、カード持っているだけで付帯しているっていう風になりますんで、チタンステータスを持っていて、その年にね、修行しなかったら、翌年ね、 プラチナに落ちるのか、ゴールドに落ちるのかっていう点でですね、このね、ソフトランディングが適用されるとですね、このね、チタンで使用しなかった人は、ソフトランディングが適用されると、プラチナにね、 ステータスがね、一個下がるっていうのが、このね、ソフトランディングっていう風に言われてるんですよね。ですので、これが適用されないとですね、まあ、ゴールドにね、まあ、一気に落ちるっていう風になるわけなんですけども、今回ですね、マリオット・ボンモイがですね、こちらのソフトランディングが2024年にね、ありますよっていうのを、契約にね、公開したって言った形になるんですよね。まあ、非常にね、 ツイッター等々でもね、話題になりまして、まあ海外ブログ等々でもですね、このね、ソフトランディング発表あったと、しかもね、2023年の今9月じゃないですか、かなり早くね、発表されたということで、かなりね、ざわついたんですよね。まあツイッターやってる方はね、あの結構見られたと思うんですけども、でですね、こちら、 で、こちらね、規約に白日になってるかななってると思うんですけども、だまあ、土曜日のですね、午前中にこちらがね、まあ、報じられまして、ソフトランニングがあることがね、発表されたということで、かなり早くないかということで、もう、しゅ、あの、修行している方とかね、あの、ソフトランニングだったらね、もう修行しなくていいやって思う方もね、結構いらっしゃいますので、まあ、かなりね、期間として早いですよね。ですんで、かなりね、びっくりだったわけなんですけども、まあ、こういった感じでですね、マリオットボンボイが、 このね、ソフトランディングを発表したって言いたがちなんですよね。で、ちょっとね、早いなぁなんていうふうに思っておりまして、これね、私の予想なんですけども、こちらね、フライングで発表されてしまっただけではないかと思ってるんですよね。というのも、海外ブログにですね、今回のね、このソフトランディング発表ありましたっていうので、まああの、公式サイトがね、あの、規約が あの Q&A みたいなのがですね、添付されているわけなんですけども、まあそちらにですね、もともとね、あった文言っていうのが、ちょっとね、画面切り替えさせていただきますけども、まあこういった感じでですね、これね、ちょっとあの翻訳ソフトの d e e p l っていう画面なんですけども、こういったね、文言が、まあ掲載されてたんですよね。 あの、マリオットボームへの規約に。で、こちらをね、えー、すですね、2023年にステータスに達成しなかった全ての会員は、次のエリートレベルにダウングレードされますかということで、まあ、これがね、すなわち、まあ、ソフトランディングっていう話なわけなんですけども、まあ、このね、Q&A で、えー、2023年エリートステータス達成しなかった会員皆様には、2025年2月まで、えー、現在のステータスより1個下のランクをね、提供させていただきますということで、まあ、今年ね、2023年ですよね。 ですので、マリオットボンボイのね、あの、ステータスの切り替わりは、まあ、翌年のね、えー、2月っていう風になりますんで、2023年の、まあ、達成しなかった場合、2024年ですよね。ですので、まあ、その、翌年の2月までですね、利用することができるっていうのが、まあ、こちらね、一回掲載されたって言ったがちになるんですよね。で、これですね、まあ、私がなんでそんなことを言ったかというとですね、こちらがね、あの、海外ブログ等々でリンクつけられている、このね、マリオットボンボイの Q&A A ななわけけんですけどもこのね、文言消えてるんですよ。こちらね。はい。で、今ね、まあ、どうなりますかみたいなね、感じで、あの、記載がされてるんですけども、えー、毎年マリオットボンボンは全てのメンバー、エリートステータスが前年の全ての予備活動を反映していることを確認しています。2024年1月に全てのメンバーは2023年のロイヤリティ活動を次のように評価されますということで、2023年に既存のステータス、 再び達成したメンバーは現在のステータスが2025年2月まで更新されますということで、まあ、2023年にプラチナステータスでプラチナステータスね、再び達成した方は2025年の2月までね、更新されます。またね、2023年に既然のステータスに再達成しなかった場合は格下げされます。これらのメンバーは2023年3月に新しいステータスを確認し、2025年2月までの既存ステータス を楽しむことができますということでまたね2023年により高いステータスで達成した方はすでにね すでに2025年2月のステータス有効期限を持っていますということで、まあこういった形でですね、文言が変わっているって言った形になるんですよね。で、これを受けてですね、まあ私がね、あの、もう数年ね、このマレットボムのね、規約を、まあよくね、見て解説動画ね、出させていただいているわけなんですけれども、まあ私の予想としてはですね、このね、ソフトランディングっていうのは、まあなんだかんだね、ずーっとここ最近ね、あの、されてたっていう風に、 風になりますんでまあ、私の予想としてはね多分ねソフトランディングは適用されると思うんですけどもこれをね公式サイトに発表したっていうのは多分ねフライングだったんじゃないかななんていう風に思うんですよねまあ文言変わっておりましてこれね英語サイトに 戻してもですね、このね、文言はね、もうないんですよね。まあおそらくね、フライングで出たの、出てしまったね、情報なのではないのかな、なんていうふうに思いますので、ほぼほぼね、2024年もですね、ソフトランニングはね、まああるのではないのかな、なんていうふうに思うわけなんですけども、今現時点では規約ではね、あの、記載されておりませんので、まあなんとも言い難い部分はあるんですけども、多分ね、まあ適用されるっていった形になると思います。こちらに関してはですね、 2022年もそうだったんですけども、最初ね、ソフトランディングあるっていうね、話になって、まあその後ね、結局ソフトランディングありませんよ、みたいな感じで、まあ海外ブログ等々もね、伝えてたわけなんですけども、結局2023年になってですね、ソフトランディング適用されたみたいなね、まあこういった形になりますんで、おそらくね、2024年もこちらね、適用されるのではないのかな、なんていうふうに思いますので、まあこの点はね、まあ覚えといていただければな、なんていうふうに Ни. 思います。それでは次にですね、今回ね、Q&A がね、まあ、更新されておりまして、気になる方ね、いらっしゃるかと思うんですけども、まあ、ここら辺のね、Q&A は、まあ、ほとんどね、あの、わかってることをまた聞いてるみたいな、そのぐらいね、あの、結構当たり前だったことをね、書いてある感じなんで、まあ、特にね、重要な部分はなさそうですかね。まあ、エリートナイトクレジットロールオーバーできますかということで、まあ、ヒルトンとかね、このロールオーバーとかあったりするんですけども、まあ、マリオットはございませんので、特にね、ここは、 いいですかね。あとね、こちら、年間チョイス特典にね、期限に間に合わなかった場合、どうなりますかということで、まあ私もね、いつも達成したらですね、解説動画ね、出させていただいてるんですけども、まあ今年はね、私、決済仕様でプラチナになるんで、あの、年間チョイス特典ね、あの、もらうことができないっていうふうになりますんで、まあこちらね、あの、プラチナステータスにね、えー、50泊、まあプラチナを除いてね、50泊でえ宿泊して、プラチナになられる方は、年間チョイス特典っていうのをですね、選択肢 しないといけないんですよね。で、これが2020年1月7日までに、この年間チョイス特典ね、選んでいただかないとですね、こちらね、自動的に デフォルトの選択のね、スイートナイトアワードはね、えー、受け取るっていう風になりますんで、この年間チョイス特典についてはですね、ぜひね、皆さんご自身でチェックしていただくか、まあ、条件としてはですね、今までとね、えー、変わってないっていう風になりますんで、まあ、私の解説度はね、まあ、去年のにはなってしまうんですけども、まあ、こちらね、見ていただいて、 確実にね、チェックしていていただければな、なんていうふうに思います。まあ、ほとんどの方はですね、あの、上位ステータスね、狙ってる方は、エリートナイトクレジット祝辞実績5泊ですね、もしくはスイートナイトアワードね、えー、選択する方がね、ほとんどだと思いますので、まあ、基本的にまあ、こっちかこっちかっていう感じですかね。 まあ、チタンになった時はですね、このね、4万ポイントもしくは、スイートナイトアワードがね、おすすめって言いたがちになりますかね。まあ、こういった感じになりまして、選択しないとですね、スイートナイトアワードがね、自動的に選択されるっていうことだけは覚えておいていただければなと思います。ということで、今回ですね、マリオットボンボイホテルが、 ソフトランニングをね、発表しまして、またね、そのページを変更したということで、マ駆動画をね、解説させていただいたわけなんですけども、まあ、私の予想としてはですね、多分2024年もね、ソフトランニング適用されると思います。ですけども、多分ね、こちらはフライングで掲載されて、まあ、今のところはね、一回掲載取り下げたのではないのかな、なんていうふうに思っております。先ほどもね、言っている通り、まあ、今ね、発表するのがね、さすがにちょっとね、早すぎますので、ま、おそらくね、あの、フライングでもら 出してままったのではなないいかなと思いますやはりね、これを言う情報はですね、早く出しすぎるとね、修行しなくなる人もね、まあ、いらっしゃるというふうになりますんでね。はい。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画、役に立った方はいいね、チャンネル登録、ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE、公式アカウントやっておりますんで、ぜひね、チェックしていただければとても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。